敗北から1年、壊滅的ともいえる打撃を受けたレジスタンス組織は、新たなリーダーのもと再び代表との決戦に向けて準備を進めていた。1年の歳月は代表にその支配を強化する時間を与え、一方でレジスタンスの戦力はかつての規模に及ぶべくもない。彼らの最後の戦いはその始まり。こちらレオ、ガイド。まもなく予定時刻だ。作戦を確認する。こちらの工作部隊は高層区にある監視ユニットのコントロール施設に向かっている。事前の打ち合わせ通りだ。お前はここで派手に暴れてくれ。代表はシティの全域に例の監視ユニットを配備するつもりだ。不審物を見つけると大騒ぎを始めて周りの奴らを呼び寄せる。まもなく最後の作戦が近い。その前に片付けておかねば。リーダー、何かありますか？この作戦は予備工作に過ぎません。今の私たちにとってあなたはかけがえのない戦力です。どうかご無事で。システム戦闘モードを起動します。システムスキャンモード。システム戦闘モード。システム戦闘モード。で、私はどうすんだっけ？儲かるんだったら何でもいいけど。ロザリー、お前には AC のサポートを頼む。補給や装備の乾燥が仕事だ。上空で待機してくれ。直接コールが行くはずだ。はいはい、了解。じゃあ用ができたら呼んでね。すぐ行くから。ただでよろしくねえ RD。 それってもちろん冗談よね。私ただ働きとか死んでも無理だから。お金もらえないんだったら行かないわよ。システムスキャンモード。システム戦闘モード。
システムスキャンモード。システム戦闘モード。システムスキャンモード。システム戦闘モード。システムスキャンモード。
システム戦闘モード。はいはい、聞こえてるわ。
システムスキャンモード。そのトンネルだ。そこから地下に進め。敵が出てきたということは内部の隔壁は開いているはず。なるべく早く高速に向かってくれ。このまま無事に済めばいいのですが。ねえ、何その子ビビってんの？リーダーなんでしょ？余計なおしゃべりは無用だ、ロザリー。システム戦闘モードを起動します。今度の相手はちょっとはマシな装備みたいね。昔見たわね、偵察型の高機動タイプ。ビーコンで目標の位置を表示します。全機撃破してください。
戦闘モード。システム戦闘モードを起動します。メインの相手は防衛用の効果力型ね。でかいシールドがついてるやつ。まともに行ったら攻撃が弾かれるかも。相手の左側か後ろに回り込むのよ。シールドのないところを狙って。システムスキャンモード。システム戦闘モード。システムスキャンモード。システム戦闘モード。システムスキャンモード。
システム戦闘モード。システムスキャンモード。システム戦闘モード。システム戦闘モードを起動します。
慣れちまえば簡単なもんよ。装甲さえ固めときゃあとは問題ないって兄貴が言ってたぜ。メインシステム戦闘モードを起動します。システム戦闘モードを起動します。支援型の機体が見えるわ。動きは鈍いけど射程の長いやつ。打ち合いに付き合う必要はないわ。一気に近づいて叩くのよ。気をつけて。Thank you.
世界は破壊し尽くされ、それでも戦いは続いている。消してあげます。そして世に平穏のあらんことを。メインシステム、戦闘モードを起動します。システム、スキャンモード。システム、戦闘モード。来ちゃったよ。早く殺さないと弾とかもったいないよな。メインシステム戦闘モードを起動します。システムスキャンモード。
します。システム戦闘モードを起動します。相手は警備部隊の残党です。すべて撃破してください。シガータイプの防御部隊よ。囲まれないように注意して。システム戦闘モードを起動します。敵の主力は高機動型の機体ね。いくつかレアなのが回してるみたい。装備を変えてあるわ。かき回されると面倒なことになるわ。一気ずつ素早く倒せよ。システムスキャン
システム戦闘モード。システム戦闘モード。システムスキャンモード。システムスキャンモード。します。